はい、それではご紹介いたします。原田奈美人さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。残り3日断捨離しますと。はい、何を断捨離するんですか。僕はミニマリストなので。ミニマリスト、家にあんまり物を置かないんですけど。なるほど、はい、この時期になると和歌山にいた頃は家族の、はい、兄弟の部屋を掃除しに行ったりだとか、で物を勝手に捨てて怒られる。ああなるほど、はい、あまりこうごちゃごちゃしてる部屋が好きじゃない。好きじゃないですね。掃除するのが苦手なので、じゃあもう物置かない方がいいんじゃないか。でもどんどん衣装とか増えるでしょ。はい、それは大事にとってるわけ。それは大事にとってます。はい、何が一番部屋にたまりそうですか。そうですね、やっぱり洋服が似たような洋服がいっぱい溜まっちゃってそれはご自身でお買い求めになるものが多い。深夜になるとこうポチポチしたくなる衝動に駆られまして。なるほど、やってしまう。そうなんです。思わずで朝起きて即日で届くので、あこんなの頼んでたんだって思う感じでそれを一気に、はい、じゃああと3日で捨てるってことですか。そうですね、お譲りしたりとか。お譲りしたり友達に。なるほどね、はい、嬉しいよね、いただいた人はね。そうですね、はい、で今年は二十歳になりました、はい、でどんな1年でしたか。そうですね、今年の1月にデビューをさせていただきまして、はい、そして今年の9月に二十歳を迎えることができて、お酒も飲めるようになりまして、まあ、諸先輩方とかスタッフの方に誘っていただいて、はい、たしなむ程度に飲めるようになりましたので。いいですね、はい、楽しい1年でした、はい、そうですね、まあ、コロナ禍ですけどね、なんだかんだ言いながらちょっとずつ前に進みつつありますからね、はい、イベントなんかどうですか。和歌山で10月にファーストコンサートをさせていただいて、はい、新人なんですけれども1000人のホールで、あらすごい、皆さんのお力添えをいただいて成功することができまして。それも、おめでとうございます。ご家族もずいぶん喜んだんじゃないですか。そうですね、おじいちゃんが、おじいちゃんの歌が好きで歌手を目指すようになったので、おじいちゃんとおいくつ。78歳だったと思います。お元気だね。で初めて歌ってる姿を生で見せることができたので、すごく良かったですね。ファンとの思い出はどんなか。やっぱり来れないという方もいらっしゃいましたし、うん、来れないファンの皆さんは花を送っていただいたりとか、そしてまた東京とか東北の方からも和歌山に来ていただいて、嬉しい。はい、で和歌山も少し僕の舞台だけではなくて観光も楽しんでいただけたみたいなので幸せですね。ねえ、はい、いいですね。まあ、このコンサートも大成功ということで、もまた年が明けましたらね、はい、またさらに活動して頑張っていかなきゃいけないところですけども。そうですね。どうですか、この次の年は何しようかなみたいな。やっぱり全国回ってっていうのが今年はデビュー年なんですけれども、できなかったので、やっぱり SNS で、インスタライブとかもやりつつですけれども、来年はやっぱりちゃんと直接ファンの皆さんにお会いできるような、そんな1年にしたいなと思います。これからですからね。じゃあここで新曲のお話を。はい、はい、今度はシングルベッドという曲を、シャランキューさんの代表曲なんですけれども、はい、その曲をカバーさせていただきました。もうその歌の世界はまだまだ分かんないんですけれども、歌っててこう切なくなるような、まあ、そんな原田奈美人もお見せできたらなと思ってます、はい、なんかでもシングルベッドにしても偽りの唇にしてもね、やっぱりこれ女性との、そうですね、間柄を歌った曲がありますから、はい、ね、これからはまただんだん大人になって成長してそうですよ、大人になって ね、はい、流行りの歌も歌えなくて、ダサいはずのこの俺、お前と離れ一年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心は、おしゃれをしても車買えても、結局変化もないまま、早く忘れるはずのありふれた別れを、あ
の時のメロディーが思い出させる。シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに、あの頃に戻れるならお前を離さない。つべきみえさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、初めてのカツラ体験ですよ。これどういうことですか？これはですね、結構かぶり放題かぶらせてかぶり放題そんなカツラかぶり放題ってあるんですか？いや、日本髪のカツラを、時代劇にチャレンジをさせていただくこと。おっとすごい。で、一日中かぶっているとなんかすごい結構締め付けられるんですね。 あれって。そうですね、気持ち。でもあの、そのカツラは合わせていただいたんじゃなくてですか？そうです、合わせていただいたんですけど、その一日中かぶったことが今までなかったので。そういうことですね。フィットはしていたんですが、もうあのカツラを取ってお家に帰ってからもずっとそのつけているような、そんな感覚が。なるほど、なるほど。それはどこでなさったんですか？今年の10月の19日に浅草公会堂で、錦秋浅草特別公演という松井誠さんが座長で、素敵な皆さんとご一緒の舞台。この写真の、はいはい、いいですね。どこにいらっしゃるんですか？何番目？私は、あの、一番前の列の左から2番目ですね。はあ、グレーの着物を着て。はい、着物を着させていただいて、お引きの着物なんですけど、あらあらあら、これは町娘。はい、そうなんです。あのちょっとお母さん役。お母さんですね。はい、赤ちゃん抱いてるもんね。赤ちゃん抱っこしてるね。そうなんです。都政人の妻でお母さん役っていう、ちょっとお姉さんの、はい、年寄りもお姉さんで難しかったですけど。これはあれですね、でも都政人のそのおかみさんってことですよね。なかなか大変じゃなかったですか？結構大変でした。喋り方とかも、その、ま、現代とも全然違いますし、また都政人の奥さんなので、ちょっとこう力強くもいなきゃいけないなっていうので、結構、ちょっとやってみていただけますか？それって覚えてるもんなんですか？どうなんですか？はい、覚えてます。覚えてる。あ、ちょっとじゃあ、お願いできますか？はい、一幕の、旦那さんを止める役、こう戦いに行く旦那さんを止める役なシーンなんですけど、よしとくれお前さん、これから足を洗うんじゃなかったの？
っていう感じです。おーすごいね、上手。今回その歌、舞踊、お芝居っていう3部構成になっていて、うんうんうん、で今回 それに向けて日舞も初めて、勉強させてもらったんですけれども、もう毎日の稽古がすごく楽しかったです。なるほどね、はい、座組の中に入ってね、はい、みんな楽しくやって、はい、いつかは私も座長にというね、いやいやあるでしょう、そういう夢が、いや、うん、ありますよね、誰でも夢はいっぱい、はい、いつか、はい、特に最近色っぽくなって綺麗になりましたよね。あら、あらそうなんですか。 ありがとうございます。もしかしたら新曲の、あそうです、はい、新曲女の嵯峨の字の衣装が、だから直すね、ありがとうございます。キラキラしてますよね、なんかね、はい、胸元もね、このキラキラと、そうなんです、スパンコールつけてもらって、ね、はい、なんだか嬉しくしております。はい、これがその新曲の衣装ということで、はい、この歌はどんな感じの歌ですか。はい、今回は、京都嵯峨野を舞台にしまして、はい、で2年間、うん、あの片思いをしている女性が主人公なんですけど、うん、その思い人をずっと待っているそんな女性 の今回もこの胸の奥で燃えるような情念というのを描いた作品になっております。うん、京都ということですからね、はい、まあ、旅してもいいところですけど、これは前回一人旅に、ね、行った時の写真がなかったけど、はい、今回ご用意していただいたのね、あるんですか。はい、はいはい、そうなんです。じゃあ見てみましょう。ぜひ、はい、ありがとうございます。おーっと、これはもう嵯峨野といえば竹林が有名ですので、はいはい、竹林見てみたいなと思って、9月の頭ですね、一人旅してきた時の写真で、これは あのヒット祈願、はい、エマに書かせてもらって、歌詞の中に祇王寺っていう、悲恋の天寺で有名なお寺があるんですけれども、はい、そちらにもあの一人でこう伺って、でその時に書かせてもらいました。ヒット祈願はいいですよね。はい、ヒットするように、ね、じゃあお知らせもありますよね。はい、ありがとうございます。はい、来年、2月の26日、水木夏美さんのデビュー10周年ライブに出演をさせていただくことになりました。ぜひ詳しくはつぶきみゆのホームページなどご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、それではつぶきみゆさんに新曲を歌っていただきましょう。指折り二年の年月は長すぎました。私には諦めません。捨てません。恋の成就が叶うまで、あなた恋しいと胸が泣く、嵯峨の薄摘み竹せたこの体、せめて夢でも抱きしめて、風があなたの声になる、嵯峨の祇王寺石
見